命令を。来たね。一気にイベントが来ましたね。この、まあ、吉野っていうイベントがここには出てないんですが、まあ、信長には好いた女がいたっていうのが結構知らなかったんですけど、この吉野のイベントを見ることによって、あ、吉野って方が好きだったんだっていうのがよくわかりますね。じゃあ、まあ、特になんか今現状イベントが起きてる感じではないんで、とりあえず戦争を終わらせたいなっていうのことを期待しつつ、時を進めていきましょう。まあ正直山名を攻めるか今川を攻めるかみたいなところ、そして武田対山内上杉家ということなんですが、これはね、山内上杉ついていい気がする。手を貸そう。もう武田とは敵対してしまったんで、そして山名対浦上。ここもね、ここ山名を味方にしたら、山名家がうちと仲良くなってくれるんだとしたら、これ山名つきたいけど、いや山名ついてみるか。正直、うちは多分これから今川、朝倉と戦わなくちゃいけない。そして細川、元細川のこれ、三好だね。この両家と戦わなくちゃいけないことを考えると、正直山名とかっていうのは、まあ味方であってほしいところではある。山名さんさ、通商協定とか結んで仲良くしておきましょう、山名とは。従属してくれたらラッキーっていう感じで。で、浦上領地めちゃめちゃ食われてますね。で、毛利家は残ってるけど、なんといっても大内家が半端ないですね。大内と同盟が結べれば、かなりこれ、やりやすくはなるんだけど、まだちょっと、距離感が遠いですね。じゃあまあ、時間を進めましょう。で、3万5千で今川家を攻めてるのか。ただ、これ、うちがさ、今川家に対して宣戦布告すれば、斎藤家も守れるんじゃない？と思うんだけど、それはどうなの？正直、毎回毎回この人数が練られるのは厄介だから、今斎藤と強撃した方が、多分面白い結果になると思うんで、ここ、今川家に対して宣戦布告いたしましょう。よいしょ。ということで、今川家に宣戦布告して合戦を始めます。本当によろしいですか？ということなんで、よろしいですね。助立ちするぞ。助立ちいたす。よいしょ。じゃあこれこのまま、軍を岡崎に向けましょう。柴田勝家隊、まあ、十分強いねこれ。2万5千、まあ、これだけいれば十分だし、兵が減ればね、ちょっと斎藤家も守ってくれると思うんで、このまま行きます。よし。あ、今川と斎藤が輪を結んだ。そして本願寺に譲渡しないといけない。それは嫌だね。どうなった？斎藤が、帰ったとなると、これ3万いくつ出てる敵方の方が圧倒的に有利になってしまう。これは良くないですね。ただどこで戦ってもうちが不利だ。この準拳じゃ破壊するところからかな。今川、やばいね。よいしょ。じゃあまあ、とりあえず、軍事と論議だね。足りてないの。76持ってきたの？お前、優秀だな。これにて表情を終えるぞ。よいしょ。まあ、いろいろ能力解放されてるんで、これ、このままいけばいい感じ。で、貿易港、鉄砲閣とか欲しいところだけど、なんか、ジリアクタ州とか、これ取りたいね。これで論議のポイントがさらに上がって、兵糧収入増加。これも強い能力だ。で、簡易獲得、ちょっとしときましょう。部隊移動速度。ちょっと戦争中なんで、これは取っときます。ご命令を。で、そういえばいろんな家滅ぼしたんですが、ちょっと優秀なやつが多いんで、大宴会撃とうかなって思ったけど、撃てないですね。ちょっと優秀な奴ら。足利義輝とか、この辺りの奴らには、感情を上げときましょうってか。全員感情上げても全然大丈夫だね。
かたじけない。よし。で、31,000。斎藤と攻撃がしたかったんだけど。志果たさずして、賞は終えられぬな。残念ながらできなかったですね。今川家はさ、結構宣戦布告いろいろしてるけど、お米10万あんのか。これは厄介だ。じゃあ、とりあえずここで、準権所を破壊しつつ、行こうかな。よし、いい感じで破壊できたね。で、これで、あと、この準権所も破壊したい。頼むぞ。で、三好長慶が我らの領地を狙っているとの噂が、くれぐれも油断なきようお気をつけよと。ご命令を。ちょっと怖いね。とりあえずこれこのまま進めていきましょう。今は待て。そして赤松対山名、これも山名つきましょう。手を貸そう。で、山名どうだ。こんだけさ援軍送ったら、あ、でも同盟すぐできそうだね。これはいいことだ。じゃあここの準権所が破壊できたら、多分あとはまあ問題なくいけるでしょうということで。で、神保が勝ったと言ってるが、よし、これで完璧だ。ここで戦えば同兵数で戦えるんで、ここは一旦戦ってみましょうか。準権所は破壊した。ご命令。そして冬になったということで、で、これ今婚姻同盟が結ばれてるんですよね、斎藤とは。なんでまあ一旦安心できるということで、これはいいことだと思う。で、本願寺一旦壊したいよね、いい加減。じゃあこのまま、時を進めるというよりは決戦をするって感じだね。ここで勝つのじゃ。そして裏紙が雨子によって滅ぼされたと。これは良くないな。そして今川の軍勢が目前に迫っています。戦場は狭く勝敗の行方は分かりませんということなんで、決戦しましょう。長篠城か。優美武官と農兵精錬が入ってる相手にが、これは非常に厄介な戦になりそうだ。ということで、こちらが私の軍になります。まあね、柴田勝家と滝川一益、こちらの部隊鉄砲が持ってるということで非常に優秀です。で、部隊としても能力値かなり高いですね。対して敵軍、あー、敵軍も強いな。ただ本陣が、なんか新野さんという方なんですが、これ500人しかいないんで、対して強くないこいつだけを狙い撃ちすれば、まあ、勝てるかなといった感じ。ただし出てる部隊は非常に優秀ということなんで、まだまだ隙はないですね。まあ、ここで一旦今川の国力を一気に落とさせたいという感じ。そして大元節祭の新山っていう能力が非常に怖いですね。はい、ということで今回の作戦なんですけども、まず、まあ、兵数が重要になるかなって思ったんで、のろし城をこちらに、そして、ここにね、うずめ火を置いて、こっちに鉄砲水を置いてみました。で、鉄砲水の後ろに柵を置くことによって、まあ、柵を破壊しに、まあ、敵軍が近づいてくると思うんで、その敵軍を一気に鉄砲水で、まあ、はめるといった形になるかなと思います。まあ、あとはね、この鉄砲隊が2部隊いるんで、この鉄砲をうまく使ってやろうかなといった感じですね。多分どうにかなると思いたい。で、位置変更でこいつら900人のやつ横にずらして、鉄砲撃てやすい位置に移動させときましょう。じゃあバトルスタート。長篠の戦い、後に続け。じゃあまあ特にね、やることといってもないんで、敵軍が攻めてくるのを待つって感じかな、ひたすら。始めるぞ。あとはまあいざという時に動けないのはまずいんで、舞台をちょっと出しとくって感じですね。始めるぞ。よいしょ。じゃあ軍よ動きなさいと。ご命令を。ちょっと前出しとかないと、いざという時に動けなくなっちゃうのは良くない。で、敵はのろし城あるね、やっぱり。
敵にのろし状があるなら、なんかどうでもいい部隊ちょっと横にずらさせつつ動かしましょう。こいつで取りに行きたいですね、理想は。ご命令を。いけいけ、バレずに行ってくれると楽なんだけど、バレずに行けるのかどうかが心配ですな。ご命令を。もうちょい横ちょっとずらしときますか。この辺兵はね、無難に両方部隊回復してるんで、まあ、このまま行けばって感じはするけど、どうだ、バレずに行ってるか。敵も見てる可能性はあるんで、それはちょっと怖いけど、ちょっと一気に行ってもらわないと。これ私兵持ってるんで、指揮低下無効なんで、そこは強いかなと思いますね。あ、一部隊来てるね、こっち。よくないな。ご命令を。取りたいけど取れるか。一瞬にして取ってくれただけで、それはそれでもういいんだけど。知れました。ダメか。取れないっすね。お、鉄砲水引っかかった敵軍が。でここで一気に射撃が入ってるのも強いね。始めるぞ。いいぞいいぞ、一気に射撃させよう。ご命令を。始めるぞ。でこの600人ちょっと前出しておきましょう。始めるぞ。600人、そしてこの1000人も前出す。いけ、撃て撃て。でこれ鬼柴田、いや遠当て入れた方が強いな。この手でいただく。これ防御力下がるんじゃねえのか、まあ、射撃効果だけ上がったね、まあ、そういうことならそれはそれで。知れました。やりたい。前へ。新参希望、命令負荷、攻撃低下、まあ攻撃低下ぐらいだったらまだ。ゲチ始めるぞ。六角貞頼いるねこいつら。いやーでもこうなってしまったか、まあ厄介だが、とりあえず鉄砲撃ててるんでこれは OK としましょう。ご命令ください。始めるぞ。でこれちょっと攻められるように置いときましょう。でご命令を。シッタで置いときつつ、あーどうしようか、とりあえずこのまま行きたいね。引かせるか、多分引かせた方がいいかな。よし、これは強い。一気に入ったんでここ攻め込みます。で鬼柴田は撃ちたいが、まあ撃てないよね。ちょっと軍出すか。横から一気にちょっと攻めかけてやりましょう。こんな感じでいこうか。多分ね横から叩けると思う。いけ、一気に叩け。で、あ、いいねいいね、いい感じで罠が引っかかってる感じがする。よいしょ、ここで一気に削らせられると強いな。奈落か、まあ、命令不可になってしまったというのなら致し方ないところではあるが、これね別に問題なく突破できると思うんで、それはいいですね。は？うつ耳引っかかったな。ちょっと待って、それは良くない。奮闘させてちょっと士気を回復させましょう。どうだ、うちの方が人数はいるんでこのまま行けばどうにかなってくれると信じているんですが、ちょっと一旦軍進めないと話にならんな。新参規模、厄介な能力だがこれは
軍ちょっとぶつけるか。始めるぞ。いけ、今がチャンスだと思う。攻めてくれ。やりたい。前へ。横槍を入れよ。よし、いいね。じゃあもうこれこのまま突っ込むだけよ。で縛っ、あー命令負荷か。ただ新参希望をこれでねだいぶ突破できたということで、これはいいことでしょう。境隊をちょっとやってほしい。やれないか。よし、うちが結構順調に突破してますね。ここはね突っ込んでいいでしょう。もう一気にもう攻めよう。やれやれ。やりたい。前へ。ご命令ください。ゲチ。こっち行くか。始めるぞ。ん？いやーここ突っ込ませるか。始めるぞ。やりたい。前へ。やりたい。前へ。我らが破れた。よーし。これで一気に倒す。指揮低下しそうだねこれ。鬼柴田入れれば。鬼柴田いざかかれ。で火力アップさせつつ指揮低下が入んない。奈落か。厄介な能力ですな。で完全に逃げられちゃってるんで、これちょっと援軍向かわせないとちょっと滅びそうなんで、軍だけ出しとこう。多分どうにかなると思うんだけど、どうにかならんとまずいんだけど。やれやれやれ。よしよしよし、回想回想。この100人さ、もうちょい下下がれない。よし、あ俺の舞台がなんかやられた感じがするけど、大あこいつらこいつらちゃうかったってことか。本陣隊じゃなかったのかこれ。あもうこいつはいいや。先制復帰したが、このままいけばどうにかなるはずだ。あいた600人。この600人に対してこいつはちょっと遊ばせたくないな。ここに突っ込ませてやろう。いけいけ全軍進め。よいしょ。覚悟せよ。何しやがる。覚悟せよ。力負けするとはな。よし、今川家をこれだけやっつけられれば十分、戦果としては十分ですね。さすがにもう意味ないと思うけど、これでかかれ柴田。指揮低下入んないね、なかなか。敵の指揮ダウンって強いと思うんだけど。よいしょ、やれやれー。よーし、ということで勝利。戦に勝つが物の負の役目よ。これはでかいんじゃないか。一気に城を取りたいところだけど、めちゃめちゃ捕まえたな。すげえ切りたいけど、切るのはちょっとせこいですね。で長篠城到着14日か、まあ、なるべく城を取っていきたいところではある。近場の城一気に取りましょう。長篠城か、懐かしい城ではあるな。そして突破。勝ち時を上げよう。じゃあ
後に続け。飯谷城を取りに行きましょう。まあ、分断まではできるとは思ってないんだけど。お、勝ち時を上げよう。触っただけで。かたじけない。ただこれで武田と接したのやだな。吉田城を取りに行きましょう。よし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 。表情を始める。で、表情か。策がある。じゃあまあ論議と農業かな。73、59、そして55。これにて表情を。マジでさ、小高診断優秀すぎない？あー、古参提案力取ってないのか。で、鉱山鉄砲獲得賞、これは欲しいですね。これで鉄砲が何もしなくても手に入るようになったと。で、なんか地震とか来たら怖いな。地震低下取っときましょう。そしてうちに使いたい蒲生片秀。あ、磯野さん、こいつ優秀。浅井家のやつですね。ありがたい。すまねえな。登用させましょう。よし、じゃあ続きからやっていくんですけど、まあ、とりあえず織田家、柴田勝家隊を吉田城入れて、兵数少ない城をひたすら取りに行くっていう感じかな。よし、触っただけで取れるのはでかい。乾に行きます。あんまり攻めすぎると今度北条が出てくるっていうのも厄介なんですよね。で、武田対芦名、これ武田ついとくと攻められないのかな。武田に、武田ついときますか。手を貸そう。多分うちこれ攻めてくることなくなったでしょ。で、あー、兵がだいぶ回復しましたね。27日か、まだ全然いいか。よいしょ、削れ削れー。あ、まずい。志果たさずして賞は終えられぬな。絶対の教え。まあうちですね。ということでね、動画見てくれて本当ありがとう。まずは右側のチャンネル登録ボタンをクリック。そのまま左側のおすすめ動画ぜひ見てくれよな。あ、そうそう、高評価コメントも忘れずにね。ということでね、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。